YouTube をご覧の皆さんよろしくどうぞ。レカです。本日はキョウちゃんにドッキリを仕掛けたいと思います。今日やるドッキリはこの森永のミルクキャラメルのシェイクの中身がドロッドロだったら気づくのかっていうドッキリです。で、私が作りましたキャラメルを大量に溶かしたドロドロキャラメルソース、うわすごい思った。はい、飛びましたか。来てください、動画撮りましょう。はい、どうしたんですか。本日はですね、いきなり、マクドナルドの、はい、新商品でございます。出ました、マクドナルドの新商品。開けていいの。あ、どうぞ。三角桃クリームパイ、え、これ結構前ですよ、これ。あ、そうなの。パンプキン、あ、かわいい。普通のポテトでしょ。違うんですよ、それはパンプキンソースがついてるんで、それもちゃんと、ちゃんとこれはこれ何、あ、出た、うん、ミルクチャーメンソース。これなんか今日のやつやばそうだな。どうぞ。じゃあかけますね。はい、うわあ、ちょっと無視しよう。 あ、うまそうじゃんこれ普通の。え、さ、好きでしょ。うん、これ飲んでみますね。うん、ミルクキャラメル、森永とコラボするやつ。あ、うまっ、あまっ、これあまっ。シェイクでしょ、だって。いや違う、キャラメル溶かしてるけど、あまっ。わかるよ、吸った段階でわかる。あ、これやべえやつだ。やべえね、あまっ。三角桃パイか、冷めたら美味しくないだろ、うん、はい、食べるね。食べれないこともないし、まずくもないけど、うまくもない。さあ、早速、これ一番やべえやつね、主役でしょ、こいつが。はい、いただきます。普通にうまいよ、これは。やべえ、こいつはもう、薄めないとやべえ、うん、やべえ、ほら、もうこれこれシェイクとかじゃないからね、みんな。これあの、ドロドロに溶けたキャラメルだと思って、これやべえから。森永ミルクキャラメル、多分これ2杯で糖尿病なのかな。甘っ。何、え、これスプーン1杯食べてもらうから。いらないよ。じゃあ食べてみて。あー、あーして。どう。もう本当にやべえ。これやべえ、うん、本当。またまた。これやばいよ、これ。水？スターバックスコーヒー。嘘？マジで？スタバ、あの、なんだっけ、キャラメルモカ。嘘？うん、ほら、ね、甘スタバだ、でも。でしょ？多分パンプキンが今日の目玉だと思うんですけど、まあ、普通に美味しい、うん、この三角桃クリームパイはですね、別に当たり障りないって感じですね。森永のこのミルクキャラメルに関しては、ただのキャラメルがドロドロ溶けてるんで吸うのがマジやべえんで、最初なんか頑張って食ってもらって、で、水ぶっかけてもらって、でサバシャバシャバになったらうまいです、うん、はい、というわけで皆さん、はい、ストップ。はい、ストップ。あなたは騙されてます。何ですか。どうしよう、俺は全然悪い。これちょっとさ、飲んでみて。え、ちょっと飲んでみて、どう。うまこれが本物のミルクキャラメルシェイクです。これはこれはレイカが一生懸命作った濃厚ドロドロキャラメルソースです。いや、騙されるよこれマジで。真剣に信じたしょ、キョウちゃん。うん、なわけあるかと思いながらさ、見て。甘っ。いや、もう、甘っとか思って。キャラメル10個ぐらい入ってるからね。これのね、149g ね、全部溶かしたの。この一杯の、この。昨日買ってた。一生懸命溶かしました。全部入れたの。全部入れた。はい、というわけで以上、キョウちゃんは騙されました。はい、騙されました。この人騙されました。いや、こっちも甘えよ。
お前らも彼女身内には気をつけろよ。それじゃあ、うん。